和田剛が大竹耕太郎に伝えた言葉が、特大ブーメランだと話題に。引退します。西武から人的保障として指名されたことを聞かされた和田は、そう告げたと現代ビジネスは報じる。ミカサスギビコ GM が和田が自主トレを行っている長崎を訪れ、直接、会って事情を説明したものの、ソフトバンクに強い愛着を持つ和田は他球団でプレーすることはどうしても承服できず、ユニフォームを脱ぐ選択を口にしたそうです。ホークス和田さんからゲンドラ大竹へのありがたい言葉、指名されるというのは必要とされてるということ。これも運命だから頑張れ。この一件で株が一気に下がったな和田は、過去の発言含めて。結局セーフティな場所からなら誰でもいいこと言えるわけよ。ピンチになった時に人間本性が出る。育成選手はユニフォーム着るなとかよく言えたよな。記事が本当ならさすがにダサすぎるけどどうなんやろ。大竹いなくなってからホークスの運気下がりまくってる気がするけど大竹は運が良さそう。大竹は割と勝利の使者よ。進学校を18年ぶりの甲子園。大学時代は全日本制覇の胴上げ投手。ホークス入団1年目から3年連続日本一。阪神1年目で日本一。補足ホークスで2軍付けにされて1軍勝利がなくなって以降ホークス優勝日本一なし。どうなんだろうね。和田は移籍となったら素直に受け入れそうだけど、日刊の報道で権力者が動いたんじゃねえのか。和田がダダこねたかどうかは知らんけど今回の騒動で和田にえらいケチついたもんやな。勝っても金満と煽られ負けても当然に煽られ試合しなくても煽られる。嫌われとるんやな。ほんまに引退してたらどうなってたんやろ。来年は上原式をやって、育成になったらおもろいな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。